ありがとうございました。私の、yes. こんなの持ってた。ちょっとおっぱい見えすぎじゃない。みなさんこんばんは、タティアナ・オクタビアでございます。お久しぶりです。今日はこんな悪女チックな悪女レッドでお送りしたいなと思います。本日は何についてお話ししたいかというと、最近流行っているサウナについてお勉強していきたいなと思います。よろしくお願いいたします。フラさんが動き出しました。サウナですね、巷では健康と美肌にいいと謳われていますが、本当にそうなのかというところですね、ちょっと少しだけ深掘りしていきたいなと思います。サウナでよく言われることなんですけれども、汗をかいて毛穴から汚れがデトックスされるから美肌にいいですよということとか、あと血流が良くなるので肌の新陳代謝もアップして美肌効果になりますよとか、あとは脂肪が燃焼されてサウナに入ることでダイエット効果がありますよというので、この3つがよくね言われていることかと思います。なんですけれども、美肌になるというような論文エビデンスはないんですね、実は。ごめんなさい。ではまず1つ目ですね、汗をかいて発汗によって毛穴の汚れが落ちるデトックス効果があるということなんですけれども、これも医学的根拠は実はございません。逆にですね、2019年、ポーラさんですね、化粧品会社のポーラさんが暑さによってシミが発生しやすいですよという論文がね発表されたんですね。なので夏と冬では夏の方がメラニンの産生が増えてシミが増えてしまいますよというようなお話、夏のシミ動画というのでもね、以前タティアナ奥戸先生だったかな、ご紹介したかと思いますが、それから考えてもサウナの中って暑いですよね。なので暑さという部分でもおシミが増える方向に行くんじゃないかなとタティアナは思いまして、なのでサウナに入って発汗を促すことで美肌効果っていうのはないんじゃないかなと思います。髪の毛うっとしい、どっかにくっついてんだよね、やだ、いけてるかな、うん、できた。血流が良くなって新陳代謝が上がるというようなこともあるんですけれども、それに関しても新陳代謝が上がって肌の新陳代謝もアップして美肌になるというわけではないとは思います。まあ、どういうことかというと、サウナに入ることで血流が良くなりますよね。そして心拍数が上がる、代謝が上がるというのは、事実かと思います。ですがそれがお肌の新陳代謝もアップさせてターンオーバーがより促されるであるとか美肌効果につながるということは医学的根拠はないかと思います。では続いて、脂肪燃焼ダイエット効果についてですけれども、先ほどと一緒でサウナに入ると血流がアップして心拍数がアップする、それによって代謝が上がるというのは正解かと思います。そしてその代謝が上がったことによってカロリー消費が増える、イコールダイエット効果があるというふうに考えてしまいがちなんですけれども、実はこれは研究がされていまして、どこだったかな、あったあった、サウナを1時間入った場合ですねの消費カロリーはたった20キロカロリーなんですね。そして
ウォーキングはだいたい100キロカロリーぐらい、ジョギングは200キロカロリーぐらい消費しますので、なのでウォーキングジョギングと比べるとサウナっていうのは10分の1、あとは5分の1ぐらいの効果しかないんじゃないかなというふうな、ことが言われております。サウナに入ると確かに体重は減るんですけれども、それは代謝がアップして脂肪が燃焼されて体重が減っているわけではなくてですね、サウナ入るとかなり汗かきますよね。汗がダラダラと出ていって体の中の水分が減ってしまったことによってただただ体重が落ちているということなので、喉乾いたなと思ってサウナ上がりに牛乳ガブ飲みしたりとかお水を飲むことで体重は戻ってしまうんですね、実は。なので燃焼効果、脂肪燃焼効果、ダイエット効果というのもサウナでは決して医学的根拠はございませんのでご注意ください。1点ですね、でもいいとこもあるんですね。実は、海外の論文なんですけれども、定期的にサウナ活動、サ活をしてらっしゃる方ですねとしてない方というのを比べたところ、してらっしゃる方の方が 25% お肌の皮脂分泌が少なかったというふうな結果は出ているんですね。なのでサ活をしてらっしゃる方はお肌の皮脂が少ないと言えるんじゃないでしょうか。これはいい点だとは思うんですけれども、だからといって美肌になりますよというのはちょっと違うんじゃないかなとは思います。じゃあサウナ全く意味ないんですかっていうことなんですけれども、それは違うんですね。健康面にとってはサウナはかなり良質な健康を得れますよというふうな結果は論文として出ていますので、そこはね間違いなくいい結果が出ていることだと思いますので、サウナが意味がないというわけでは決してございません。サウナに入ることでですね、良質なまず睡眠を得ることができます。なぜかというと深部温度というものが上昇しますので、それがどんどんと低下していくときに眠りにつきやすいというふうに言われていますので、サウナで体温がアップした後というのはすぐに寝ていただくとすっとした良質な眠りに入れるということは分かってございます。でこれも海外の論文で出ておりまして、サウナ活動サ活をしている人はそうでない人よりも 70% も実は眠りの質がいいという結果が出ているんですね。わわわ。なのでサウナに入ることで眠りが良くなるというのは健康面の一つかなと思います。2つ目は精神的な安定を得れるということですね。これも海外のフィンランドの大学の論文なんですけれども、週4サウナしてる方と週1サウナの方だと、週4サウナの方の方が 77% も精神疾患が低下したというふうな結果も出ております。まあ、精神疾患といえば簡単なところとか有名なところであればうつ病とかがその一つかと思うんですけれども、サウナを定期的に入ってらっしゃる方というのはそういった精神の病気が少ないという結果も海外の論文では発表されてございます。3つ目、頭痛や肩こりの改善ですね。これに関しては血流が良くなることによって首のこりであったりとか肩こりという部分が改善されることによって頭痛が減ってくるというような感じかなと思うんですね。頭痛が改善されるというのは結構首が凝ったり肩こりの方、緊張頭痛って言ってここが硬くなることで頭痛になることもあると思うんですが、そういったのは首とか肩の血行不良ですね、血液の循環が悪いことが原因かと思います。サウナによってその血流が改善されること、温めることによって改善されたことによってそれにつながる頭痛も減るというのは事実ではございますので、今言った3点ですね、眠りが良くなる、そして精神的に安定しやすくなる、頭痛が減るというような健康面ではサウナはいいとこづくめっていうお話になるかなと思います。まとめさせていただくと、サウナ活動サ活を盛んにされている方は健康的には
いいことをしてらっしゃるかなとは思います。なので風邪をひきにくかったりとか、お体が健康になっていくという部分では事実いいことだとは思うんですけれども、サウナ活動を一生懸命したからといってお肌がツルツル綺麗になりますよ、美肌効果がありますよというのはちょっと違うんじゃないかなというお話になりました。ただね、今のお話は今までの論文の研究結果ですので、今後サウナがもっと流行ってきたら、サウナと美肌についての論文結果、研究結果とかも発表されるんじゃないかなとタティアナ思ってございますので、ちょっと目をね光らせて、そういったとこ注目したいなと思います。今言った全てのお話なんですけれども、サウナの入り方がこれは正しい人に限ってのことですので、サウナに入る際はしっかりと水分補給をなさって正しい入り方をすることをお勧めさせていただきます。なのでサウナ入って水風呂入ってとかをね無理やり繰り返すと血圧が上下してしまいますので、そういったことは体の負担になってしまいますので、そういったことをね続けるのはちょっとやめていただきたいなと思います。しっかりと正しいサウナの入り方というのをお勉強なさって、水分補給をしていただいて、気持ちよく正しく入ると健康的になるよっていうタティアナの小言でした。本日のお話いかがでしたでしょうか。今日はサウナについて少しだけ深掘りしてお話をさせていただきました。このようにね、この動画では美肌のこと、お肌のこと、美容のこと以外にもこういう感じでタティアナが気になったこともお話しさせていただいております。今日の動画面白かったな、興味あるよという方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。タティアナ・オクタービアでございました。すごい漏れてるよね今日のこれ。一番似合ってんじゃない。